間香る豚バラミルフィーユ。豚バラ 50g、 3から5センチ角に切ります。白菜2枚、こちらも5センチ角に切ります。人参 40g、 スライスします。 1-2mm ぐらいがベストだよ。ナスも半分を 3mm ぐらいの幅でスライスします。はい、金柑は2個、1つは半分に切って1つはスライス。こんな感じでミルフィーユを作ったら耐熱皿に入れて、塩麹を大さじ1と3分の1乗っけて、まんべんなくかけるんだよ。ラップをして電子レンジで 50W、 6分レンチン。そしたら最後に金柑を飾って、はい、完成です。食べるときに半分に切った金柑を絞って丸ごと食べるといいよ。種は取り除いておいてね。量も結構あるけど、カロリーは230ほどです。ヘルシーに仕上げました。で、今日も来てくれてありがとうございます。美味しい可愛いご飯を作って一緒にダイエットしましょう。あなたと一緒に頑張りたいので、いいねとチャンネル登録お願いします。100日チャレンジ頑張ります。デンより、本当にありがとう。